レイジ君、どちらを選ぶかは君次第だ。法廷でも現場でも同じこと。私は真実を追う。ただそれだけだ。ロジックのつながりが必ず私を真相に導いてくれる。チェスの盤面をイメージするのだ。相手の一手先を読むために。どっちが三剣剣士の相棒にふさわしいか勝負すよ。よーし、負けないよ。ナコちゃん、大泥棒の名にかけて。現場の捜査なら自分に任せるっす。さらに今回は秘密兵器も持ってきたっすよ。私だって見せちゃいますよ、大泥棒の秘密兵器、盗みちゃん。犯人の正体を指し示す矛盾、それはこれだ。私が裁定を下しましょう。法の神の名のもとに。判決は有罪。法の神の裁定は絶対ですわ。異議あり。あんたはもうお払いバグってこと。この事件は一流検事の俺のものさ。三流検事は引っ込んでなよ。俺が一番星の推理を見せてやる。異議あり。私は諦めるつもりはない。隠された真相を暴き出すまでは。却下。残念ながら法はあなたの上にはありません。それでも戦いますか。その検事バッジをかけて。待った。重要なのは法ではない、真実を明らかにすることだ。ちょっとお邪魔しますよっと。久しぶりだね、レイジ君。ちょっとお父さんに似てきたかな。レイジ君、お父さんと同じ弁護士になる気はないかい。私が弁護士。私は歩みを止めるわけにはいかない。私の進むべき道だ。